バンコはトルコ共和国最大の湖である。同国東アナトリア地方のバン県とビトリス県にまたがる。周囲の山々から流入する小川が多数あるが、古代の火山噴火により流出河川が遮断されたため塩湖となっている。バンコ沿岸にはウラルト王国の首都トゥシュッパがあった。バンコ内のアクダマル島には10世紀に建てられたアルメニア首都教会の教会の遺跡がある。 また、東岸のバンには1970年代にイランからの鉄道が開通している。バンコには鉄道連絡船が就航しており、湖の東岸であるバンと対岸のタトウアンの間を結んでいる。アーモンドの花が満開のアクダマル島とそこに立つアルメニア首都協会の遺跡。この教会は10世紀初め頃に建築された修道院複合施設である。奥にはシュプハンサが見える。 バンコは最大幅が119キロメートル、平均水深は171メートル、最大水深は451メートルである。水面の標高は海抜1640メートルで、周囲長は430キロメートルである。面積は3755平方キロメートルで、貯水量は607立方キロメートルである。水深は湖の西側が深く。 タトワンの北東からアフラトの南にかけて、水深400メートル以下である。湖の東側は浅くなっている。バンからアクダマル島にかけては、棚状の地形になっており、最大水深は約250メートルである。エルジシュ川は非常に浅く、水深は大部分が50メートル未満で、最大水深は約150メートルである。湖水は強アルカリ性で、 炭酸ナトリウム等の塩類が豊富であり、水分を蒸発させて洗剤として使われる。流出する河川がないため、流入する河川の酸素濃度によっては、化学変化を起こして白濁し、地元では、水の色が七色に変わると言われている。バンコのランドサット写真庫の流出は、更新よネ眠ると酸の溶岩流が、西方の無種平原への流れを塞いだことにより、止まっている。 現在の旧火山では、ネムルト山が湖の西岸を占め、北岸では別の清掃火山である、シュプハン山が占めている。湖の水位は、しばしば大きく変動している。オズワルドによれば、タトアン付近では、現在の湖面より高い位置の隆起海岸や近年、水没した木々もある。1 9八十年代初頭のディジェンスらの研究では、約一万八千年前の氷河期の間は、 現在より水面が72メートル高かったことが判明した。約9500年前には劇的な水位の低下があり、現在より300メートル以下の水位となった。続いて約6500年前には水位の劇的な上昇が起こっている。最近でも小さな水位の変動が起きている。1990年代には少なくとも3メートル、上昇し多くの農地が水没した。 2004年までの10年間では約2メートル上昇している。バンコには周囲の平野と渓谷の侵食による大量の堆積物と時々発生する隣接する火山の噴火による火山灰が沈殿している。この堆積物の層は厚さが400メートル以上と推測され、相上堆積物のボーリングコアに気候学者と火山学者が興味を示している。 1989年と1990年にハンブルク大学のステファン・ケンペ博士率いる地質学者の国際チームにより最大446メートルまでの深さから堆積物コア10個を回収した。これらのコアは堆積物の最初の数メートル貫いただけであったが、これらは最大14,570年分の BP のプロキシ機構データを与えるのに、 十分な年装を提供した。バンコの鉄道連絡戦1997年5月に未確認生物のジャノが動画で撮影されたとして話題になった。ありがとうございます。